皆様こんにちは、イートキンコングです。今日はフライパンの話。1年前にフライパンのご紹介動画あげました。で、こっちがねマイヤーのフライパン、そしてこっちがバッラリーニのフライパンです。実際1年間使って、今日はねその使用感とどっちがおすすめっていうのをね紹介していきたいなと思います。前回ねこちらの動画でそれぞれフライパンのいいところっていうのをねご紹介しました。まずはこちらマイヤーの藤丸です。こんな感じ、藤丸って書いてます。はい、サイズは20センチ、24センチの深型、そしてこちらが26センチ。僕はお家で毎日料理をします。実際1年間使ったんですけど、これフッ素樹脂加工、まだ剥がれてません。1年前はニトリのフライパンをご紹介しました。で、1年間使ったらやっぱりねここフッ素樹脂加工剥がれてました。ただね今回マイヤー1年間使ってもまだ剥がれない。これ素晴らしいと思います。で、簡単にねフッ素樹脂加工なんですけど、よくねテフロンって言うじゃないですか。テフロンっていうのが要はフッ素樹脂加工です。ツルツルしてて食材がくっつきにくい、そして洗う時もさっと洗えるっていうのがフッ素樹脂加工。マイヤーのフライパンは非常にそれが強い。そしてもう一個いいところ、これ非常に軽いです。やっぱり料理をね毎日してるとね、鍋を振ったり直したりする時にあまり重いと手首しんどくなると思います。そういう時にねめちゃくちゃ軽くて使いやすい。で、こちら裏はねやっぱりね少しね傷が入ったり汚れがついたりしますが、それほど気になりません。こんな感じで、サイズも20センチ、24センチ、深型、26センチ、もうこの3種類あればもう十分お家のご飯作れると思います。もしもね4人以上の大家族の方はこれ28センチもあるので、そちらがおすすめです。で、あとこの24センチ深型、こういうねちょっと深型の鍋があるともうスープ作ったりもできるので、これ非常に便利だと思います。はい、じゃあまとめ、マイヤーのいいところ、フッ素樹脂加工、1年使ってもまだ剥がれません。さらに軽い。この2点は本当に素晴らしいと思います。はい。ということでね、さらにね、使っていきたいと思います。はい。続いてこちらでございます。バッラリーニのフライパン。これ最近ね、料理の動画とか見てても使ってる方多くて人気がある商品だと思います。で、こちらに関しては、僕はね、ガス火専用のローマという商品を買ってます。IH を使う方は、トリノという商品があるので買い間違いだけしないようにしてください。こちらも1年間使いました。1年使うとここのフッ素樹脂加工は問題ないです。傷も入ってない。ただね、裏返すとやっぱりねこのロゴの部分とかこの縁、こういうとこですね、だいぶ汚れます。あとここね、このフライパンとこの柄をくっつけてるところ、これ結構汚れます。で、僕は結構気になる方なんで、ジフとかね、ああいう洗剤で裏も結構洗ってます。結構洗っても汚れがつく。こっちもね。こんな感じ。結構洗っても、やっぱロゴの部分とかね、このね、縁のこの辺、こういうところね、汚れが残ります。でね、これなかなか取れないです、これ。はい。マイヤーのフライパンと比べてこちらは非常に重いです。フライパン3つ分ぐらいの重さあります、はい、ただこちら重たいんですが、これ石のように硬いので食材を焼くとき、例えば鶏肉とか焼くともうパリッパリに焼けます。チヂミなんかもカリッと焼けます。さらにこのねフライパン自体が重くて分厚いので、前回も卵焼きましたけど、卵をね軽く焼いてもう火を止めて余熱でオムレツとかできます。そういう部分では非常にいいと思います。じゃあ結果どうだったっていうと、1年間使ってやっぱりね重さ結構気になります。結構重たい。で、この汚れ僕は結構気になる、はい、ただ食材はめっちゃ美味しく焼ける。なので、やっぱりね、料理にこだわってる方、もう料理大好きで、美味しい料理をどんどん作っていきたいっていう方は、こちら、バッラリーニフライパンおすすめだと思います。はい。ということで、1年間フライパン使った結果、
マイヤーもバンラリーニも非常にすごいね、いいブランドなので、どちらも1年で傷むことはほぼないと思います。なのでね、ちょっと高いなと思っても、それほど買い替えの頻度は高くないと思うので、僕は両方ともおすすめだと思います。ただ、どっちか選ぶとなれば、僕はこっち。僕は毎日料理するので、やっぱりね、この軽さ、耐久性、汚れのつきにくさっていう部分では、こちら、マイヤーのフライパン。こちらをおすすめしたいなと思います。あとはね、もう、やっぱりね、こういうフライパンとか、調理器具って、ある程度ね、デザインだと思うんですよ。やっぱり毎日料理するものなので、こうやってね、かっこいいじゃないですか。この、やっぱりかっこよさをね、追求するんであれば、これもね、ありだと思います。ということで、1年間、両方のフライパンを使ってみて、耐久性すごいいいので、引き続き、あと1年使って、2年使ってどれぐらいなんていうのをね、また来年やるので、ぜひね、チャンネル登録して、次の動画も見てみてください。僕はね、調理器具がめちゃくちゃ好きなので、これからもね、自分で実際使って、皆様にね、いい商品紹介していきたいと思います。それでは、次の動画でお会いしましょう。イートキングコングでした。バイバイ。